ドロモルニスカは、古代3期前進魚から第4期後進魚にかけて、オーストラリアに生息していた巨大な、飛べない鳥の戸が、現在は、すべての種が絶滅している。かつては長きにわたって、ダチョウ目に分類されていたが、現在では主にキジカモ類に分類されている。ドロモルニスカは、オーストラリアの大型動物ショーの一部であり、ドロモルニススティルトには、身長3メートルに達した。 オーストラリアの大型動物症は5万年前から2万年前にかけてオーストラリア大陸に生息した比較的大型の動物の数を示すために使われる用語で絶滅の原因は未解決だが人による狩料がきっかけになった可能性があるとされる。ドロモルニスカがどれほど肉食だったかは定かではない。物をあっする巨大なくちばしから肉食、不肉食、 雑食を兼ねたものがいることが示唆されている。他の特徴としては、ひめのような足、腹部の構造、広い視野をもたらすものの中央に40度ほどの視覚が生じる、目の構造といったものがあり、渡りをする植物植生動物であったことを指示している。ドロモルニスカという名称は、素早く走るという意味のドローミオスと鳥を意味するオーナスに由来する。 ドロモルニスカの位置づけについては論争が起きている。かつてドロモルニスカはエミューやヒクイドリのようなタイラムネ類に分類されていたが、現在ではこれらのグループの共通点は空を飛ばなくなったことで結果的に類似したものと信じられている。頭骨の細部に基づいたドロモルニスカの類縁関係の説としてはカモメの系統の初期で進化したというものがある。一方で、 きじめに禁煙とする系統学的研究も複数存在する。以下は、ドロモルニスカがアンスリモーフに属するとする仮説の下での系統の一般的な合意である。ワージーラが執筆した巨大な課金の系統についての2017年の論文では、ドロモルニスカがガストルニスカの姉妹群にあたる系統学的証拠が発見されている。以下に簡略化されたクラドグラムを示す。 ドロモルニススキルトニドロモルニスカには7つの種が属する。最も小型の種はバラウェルトルニステドフォルディであり、体格は低い鳥属と同等で体重は8 0 9 5ラムに達した。イルバンドルニス属の2種はこれよりも大型であったが、足は他のドロモルニスカの鳥よりも細長く、体育はダチョウに近かった。ブロコルニスプラネート。 ゲニオルニスニュートニはさらに重厚な体格をしており、背丈は22.5メートル、体重は220から240キログラムと推定されている。ドロモルニス科で最大の種は、ドロモルニスアウストラリスとドロモルニススティルトニである。少なくとも、ドロモルニスには性的二型の証拠が発見されており、オスはメスよりも必ずしも背丈が高いわけではないが、より頑丈で、 体重もメスを上回っていた。化石記録はオーストラリアのみから知られている。タスマニア島やオーストラリア大陸の西側からも化石発見されているが、大半は大陸の東側から発見されている。ノーザンテリトリーにおいて、ドロモルニスカの化石は一般的であり、60-70%の化石がここから出土している。ドロモルニスカのものと同じ大きさの足の骨の断片が、 南極大陸から発見されているが、これがドロモルニスカのものなのかは不明である。ドロモルニスカとして同定された最も初期の化石は、全身予行期のもので、クイーンズランド州北西部リバースレイの堆積層に由来する。クイーンズランド州南東部では、ドロモルニスカの可能性もある足跡化石が発見されている。 最も新しい時代の化石証拠としては、ゲニオルニス・ニュートニの化石が3万1000年前にあたる、ニューサウル・ウェールズ州北部中央部カディスプリングスから出土している。更新予の終わりに、オーストラリアの大型動物の絶滅とともに、ドロモルニス化も全て絶滅の道をたどった原因については、今なお議論が続いている。約6万年前から約4万8000年前に、 オーストラリア大陸へ人が到達して、狩猟を行ったこと、そして風景を変えるほどの火を用いたことが、大型動物の絶滅に関わったとする仮説がある。しかし、1万8000年前に最終表記がピークを迎えており、これを絶滅の原因から除外する仮説や、それに対抗する仮説で決着はついていない。複合的な要因で絶滅した可能性もあるが、それぞれの要因が、 どれほど関与したかについては大きな意見の隔たりがある。ゲニオルニス・ニュートニー最も新たな時代の種である。ゲニオルニス・ニュートニーは更新予行期の間にアボリジニに存在を知られていたことが確実視されている。ゲニオルニス・ニュートニーを描写したと考えられている洞窟壁画が知られており、刻まれた足跡はエミューのものよりも大きい。カディスプリングスではゲニオルニスの骨は 人工物との複合物として発掘されている。ドロモルニス科や他の大型動物に人間がどれほど影響したかについては未だ論争が続いているが人間の道具と狩猟がオーストラリアの大型動物賞を形成する種に大きく関与したことは数多くの研究者が認めている。ドロモルニスの骨に初めて出会った西洋人はトーマス・ミッチェルとそのチームである可能性がある。 ウェリーントン洞窟を探索中、隊員の一人がロープを突起物に巻きつけて登ろうとすると、その突起物が破損した。彼が後に登って戻ってくると、突起物は巨大な鳥の化石化した骨であることが判明した。初めて記載された種は、ドロモルニス・アウストラリスで、クイーンズラド州ピークダウンズの深さ55メートル地点で発見され、1872年に、 リチャード・オーエンが記載したものである。ドロモルニスカの膨大な化石収集は、南オーストラリア州、カラボナ湖で初めて行われた。1892年、南オーストラリア博物館の EC スターリングと AHG2 が、南オーストラリア州北西部の乾燥した固定で、巨大な骨が発見されたという報告を受け取った。複数個体のほぼ完全な骨格が発見された。 その場所へ彼らは数年にわたって何度も足を運び、彼らは新たに発見された種を1896年にゲニオルニス・ニュートニと命名した。ゲニオルニスの他の化石は同州の他にビクトリア州とニューサウルウェールズ州から発見されている。ノーザンテリトリーのブロッククリークとアルクータも重要な産地であり、ここで発見された化石が1979年に オーストラリアの古生物学者、パトリシア・ウィッカーズリッチにより命名された。この時彼女は新たに四族五種を記載している。ドロモルニス科の代表的な骨は、椎骨、甲子の骨、足の骨である。肋骨と翼の骨は保存されていないケースが多い。長い間、頭骨は損傷したゲニオルニスのもの一つだけが知られていた。 ドロモルニス科の初期の復元は巨大なエミューのようだったが、オーストラリアのノーザンテリトリー博物館のピーター・マーレーとディーク・メジリアンがブロコルニスの頭骨標本を収集し、頭部の理解に貢献した。現在では、ブロコルニスの頭骨は非常に大きく巨大なくちばしがその3分の2を占めていたことが知られている。くちばしは厚かったが、幅はははるかに狭かった。 顎の正面には切断のための歯があり、後方には圧砕のための面があった。巨大な筋肉と結びつく部位があり、ブロコルニスの交合力が強力だったことが示唆されている。ドロモルニスの頭骨の断片化石も、また、巨大な頭部を持っていたことを示している。なお、ドロモルニス科の化石証拠として発見されているものは、骨だけではない。食料の消化に役立った遺跡が、 数多くの場所から発見されているほか、トラックウェイと呼ばれる足跡が複数箇所で発見されている。さらに、頭蓋骨内部の印象化石が発見されている。空になった頭骨の中に堆積物が流れ込んだ後に、頭蓋骨が破壊されてできたもので、ドロモルニスカノノウの正確な情報が提供されている。ありがとうございます。